はい、どうも、しらたきです。今回の動画は、明日にイベントとガチャが更新されるので、明日イベ予想とガチャ予想。後半戦は、Sラン確率 10% 契約書が、大量に配布されたので、まあ、最後ね、引いていこうかなと思います。まあ、よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、明日、無料10連が、配布されます。まあ、この動画のね、高評価ボタンを押せば、明日、神引きができるかもしれないと言われているので、明日ね、神引きしたい方は、ぜひとも高評価の方よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。今回の動画は明日のイベントとガチャの予想で無料10連配布された契約書、この順番で話していこうかなと思います。まずは、ガチャ予想の方からやっていきたいんですけれども、明日、スパークの第3弾が登場します。で第3弾は、スピードボール部門、変化球部門の選手が、登場してきます。それぞれどういったね、選手たちが選ばれたのか軽く見ていきたいんですけれども、スピードボール部門、1位が佐々木選手が選ばれました。2位がマルティネス選手、3位が平選手、で4位がゲレーロ選手になります。そして5位が藤波慎太郎選手。藤波選手は、通常枠は出ていません。タイムスリップセレクションの、阪神枠でね、登場したんですけれども、もしかしたら阪神、藤波慎太郎選手が、スパーク枠でね、登場するかもしれません。で、通常の場合はストレートは動きません。通常のストレート、ツーシーム、スプリット、そういった球種を持っています。で、どっちが強いかって言われれば、まあ難しいところなんですけれども、ツーシームと、動くストレートを持っている TS バージョンの方が、どちらかといえば、まあ強いんじゃないのかなと思います。まあ通常枠も強いんですけれども、どちらかというと、TS バージョンになっていると思います。その他の選手も見ていきたいんですけれども、6位で大勢選手、ロドリゲス選手、高橋選手が選ばれていました。で、9位がモイネロ選手、千賀選手、コルニエル選手、12位以降がワゲスパックさん、山本さん、和田さん、高橋さん、木澤さん、エスコバさん、入江さん、湯浅さん。まあ、こういったね、選手がスピードボール部門で選ばれていました。だからこの中から、12球団の選手が選ばれてくるんじゃないのかなと思います。続いて変化球部門の選手を見ていきましょう。1位が佐々木選手のフォークになります。で2位がなんとですね、このねマイページにいる藤井選手のフォークが、10票入っています。だからソフトバンクね、結構難しくて、モイネロ選手が来るのか、和田選手が来るのか、千賀選手が来るのか、それとも話題のね藤井選手を持ってくるのか。いやこれね、ほんとコナミさん的には難しいところ。藤井選手に関してはバグがありました。そのね、まあ、修正はされたんですけれども、まあ、一時期ね、騒がれた選手をガチャとして登場させてくるのか、まあ、そこがね本当に重要なポイントになってくるんですけれども、いやここねソフトバンクは注目のね選手になってくると思います。で3位が山本由伸投手、フォークとカーブが同率のね7票入っています。5位以下の選手も見ていきたいんですけれども、栗林選手のフォーク、高橋さんのスプリット、で7位が青柳さんツーシーム、モイレノさんのカーブ、9位が千賀選手になります。千賀選手のお化けフォーク、去年は2位か、ね、3位だったんですけれども、今年はですね4票になっています。でオリックスの山本由伸投手、カットボールが4票入っています。11位以降はいろんなね選手がいるので、画像の方をね見てもらえればなと思います。明日にスパークコラボ第3弾が登場してきまして、まあ、豪華なね、ガチャになってくると思うんですけれども、その選手たちを無料で獲得することができます。こちらね、見てください。7周年記念、7週連続大感謝キャンペーンの7週目、最終日になります。12月8日木曜の15時から12月15日木曜の14時59分まで、 S ランクのスパークプレイヤー第3弾の選手1人確定無料10連プレゼントスカウトが明日から配布されます。でここで重要なポイントなんですけれども、ガチャということでスパークコラボ第3弾の選手2枚抜きねすることができます。いやこれねたまにあるんですよ。2枚抜きしましたという報告がですね、ツイッターのね DM とかで来るんで、2枚抜きした方は、まあ、本当にですね運がねめちゃめちゃいいんじゃないのかなと思います。選手名鑑の方になりまして、もう一つねガチャ更新が来ると予想しています。それがポジション追加、スパークコラボ第3弾とポジション追加、このね2つのガチャが更新されると予想しています。
で、どういったね、選手が追加されてくるのか。次回のガチャの種類としては、ドラフトスカウトが登場すると予想しています。最終更新が10月の17日。で、このドラフトスカウトは、あるね、ポジションが来ることが決まっていまして、まあ、二塁手との組み合わせが多いということで、明日はドラフトの二塁手が登場してくるんじゃないのかなと予想しています。まあ、二塁手の目玉といえば山田哲人選手、横浜は牧選手と、まあ、強い選手もね、登場してくるので、ポジション追加とスパークコラボ第3弾、まあ、このね、2つのガチャが更新されるんじゃないのかなと予想しました。続いて話していく内容が明日イベ予想の方になりまして、予想する上で重要な情報が2つあります。まず1つ目がプロスペースマンスリー感謝祭、これは12月の22日に開催されます。で、無料10連ね、先ほど見てもらったんですけれども、15日に終了します。これら2個のね、情報を基準に考えた結果、15日から大きなイベント、1週間のイベントが来ると予想しまして、8日から15日のイベントは5日プラス3日間のイベント、こういったですね、更新で来ると自分は予想しています。15日ね、1週間のイベントが来る、その前に、まあ、1週間のね、イベントを出すと重すぎるということで、まあ、自分は5日プラス3日のイベントが来ると予想しました。まあ、最近のコナミさんはですね、まあ、本当にね、予想が難しくて、まあ、自分はですね、こういったね、考えをしています。15日から登場するイベントは1週間イベント、大きなイベントと仮定しまして、明日は5日間イベントが登場すると自分は考えています。で、どういったね、イベント候補があるのか、4つありまして、1つ目がプロスピラビリンス、2つ目がプロスピ妖怪道、3つ目がホームランダービー、4つ目がピースを狙い。これらは5日間のイベントに対応していまして、まあ、自分は明日、9月22日最終更新のピースを狙いが、登場してくるんじゃないのかなと予想しました。まあ、5日イベントを、出してきて、まあ、その後、かぶせで、まあ、3日間のイベント、あるイベントがですね、4月ぐらいからね、開催されていません。まあ、再びですね、その中継ぎイベントね、まあ、続いてしまうんですけれども、まあ、かぶせてくるんじゃないのかなと、予想しました。まあ、皆さんのですね、予想やね、意見に関しては、まあ、ぜひともね、コメント欄で、書いてもらえればなと思います。そして動画の最後になりまして、 S ラン確率 10% 契約書7周年キャンペーン第6弾のプレゼントが7日でね、全て配布が完了したので、これと、あとは 30% 契約書かなあります。10枚あるので、それ引いていこうかなと。で、最後こちら、ゴールド契約書10連、大抽選会のね、F 賞が当選したので、これもね、引いていこうかなと思います。契約書の方を引いていきましょう。10枚あったはず。1枚、2枚、で3枚、4枚、で5枚でしょ。これで5枚、10% が6枚。あ、ラビリンスのね、報酬もありました。S ラン確率 30% も引いていきましょう。パーセンテージは多分これ全部、8枚、で9枚、これで10枚、10% で10枚と、いきましょう。どれだけね、S ランクの当たるのか。いや、ここ勝負なんですよ。今、セリーグ最強決定戦やっているので、セリーグの選手ね、補強したいんですよ。誰やったかな、ミートパワー、小5で同時にできる選手が欲しいんですよ、セリーグの選手で。さあ、S ラン確率 10%、30%、1人は欲しいよ。え？どうでしょう？おー、渡辺選手は OK。マジ？あ？マジ？動画のね、後半戦はこちら、10連ゴールド契約書を引いていきましょう。大抽選会のね、F 賞へ当選しました。初めてね、引く契約書なんで、ちょっと当てたいね。10連ゴールド契約書。1枚は欲しいね、S ランク。いや、A ランク1枚でいい。とりあえず A ランク以上1枚欲しい。うん、000は本当に恥ずかしいですからね。お、やった、初めての契約書当たりました。皆さん、よし、 OK、 S ランク契約書や。よっしゃ、来た、 S ランク契約書。 S ランクの選手やっぱいいわ。初めて引くね、契約書は当たりやすいんですよ。石川選手も、え、今の A ランクやった。さあ、 S、 誰が当たるのか。セリーグの選手で、あれ、増田選手、なんかさっき見たような気がする。あ、でも OK、 増田選手
総合で QEA 請求できなかった。よしよし、オッケー。初の契約書で増田選手狙い撃ちできました。12球団勢で使おう。中継ぎもできる、抑えもできる。いいね、増田選手。今回の動画では明日にイベントとガチャが更新されるので、明日イベ予想とガチャ予想、そして後半戦はね、配布された契約書を開封していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録者5万人目指してね、投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、明日のね、無料10連で神引きしたい方はぜひともね、高評価の方よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。